湯の川温泉の鎮守様に会いに行きました。温泉の鎮守様は湯倉神社です。湯倉神社の起源は京徳2年にある木こりが脇湯を見つけ、負傷した時にこの脇湯を思い出し、腕の痛みを湯治して癒しました。木こりはこのお礼に薬師如来を作り、小さな祠を建ててお祭りしたという言い伝えが、湯倉神社の発祥と言われています。神社の歴史は古く、松前藩の調査によると、1617年には湯座に薬師如来を祀っていたとされています。松前藩第4代藩主松前隆弘、幼名を四月丸が難病になり、この温泉で湯治したところ完治しました。これに感謝し、1654年に社殿を再建、黄金の薬師如来像、宿儺彦那の巫女を安置し、直径6寸3分20センチメートルのワニ口を奉納したとされています。以来、この地域に暮らす人々に心の拠り所として長く崇敬され、1876年、明治9年に孫社に列格され、1941年、昭和16年には現在の社殿が造営され、町の発展とともに現在に至っています。
倉神社境内には稲荷神社、住吉神社が鎮座しており、稲荷神社は湯の川地区の衣食住の神様として信仰を集めています。また本殿を挟んで反対側には住吉神社があります。境内には、なべうさぎが創建360年を記念して、御神前に設置されました。Thank you.
住吉神社はもともと別な場所に祀られており、産業道路の拡幅工事に伴い当神社の境内内に移されたものです。この神社は函館の開拓、蝦夷地開拓のため比叡山の日吉神社の分霊を祀るために建てられたものです。御神木とともに植えられた樹齢220年のイチョウの木があり、秋には黄金色の実をつけます。この木は実を結ぶ、縁を結ぶ、思いを結ぶ木として知られ、その御利益をいただこうとして銀杏拾いをされる参拝者もいます。境内に入ってすぐの右手奥に日清・日露戦争に出征し国事に殉じた同地区の戦没者らの慰霊顕彰のための鎮魂碑があります。
境内の一角に水琴窟という名の何とも不思議な音を奏でるところがあります。秘策で水を汲み、目印の白い玉砂利の上に水をかけます。水をかけたら、すぐに竹筒をこの玉砂利に当て、もう一方を自分の耳に当てると、不思議な音が聞こえてきます。神社に行かれたらぜひ聞いてみてください。